今年はもっと自分たちの曲を増やそうということで新曲をなんと、12曲追加で、オリジナルアルバムを作ろうと思っています。という形で、今年関西の8年のものを、最高のライブにしましょうということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。この時点でここまで出来上がってるのに気合を感じましたね。僕はもうワクワクしてます。早くレコーディングしたいです。はい、ありがとうございます。モノモナリ元気だけどモノモナリができちゃった。モノモナリきなりみたいになっちゃった。でも楽しい曲いっぱいあるんで、本当楽しいですね。仮面ライダーでアフレコはよくやってましたけど、歌う歌うっていうのはなかったから新鮮ですね。だいぶ慣れてきましたけれども、まあやっぱり毎回緊張しますね。やっぱりね、難しいですね歌はって思います。毎回レコーディングで、いや怒涛ですね。毎日歌手の方でもなかなかないようなレコーディングスタジオをはしごするという、ね、そういう日々を送っております。いやもうこれはもういろいろ言いたいんですけど、いやもうこれはもう前回前々回とも比べ物にならないほどの、まあ、曲にもなっていますし、まあ、本番は勢いにもなりますし、やっぱどうなるかまだ分かんないっていうか、どうなるか分かんないっていうのはなんかどこまですごくなるのか分かんないっていう、今まで歌ったことないテイストというかね、うん、ちょっとなかったなかったっすね。だからそれは新鮮でしたけど、すごいね。まあ一番いいのは自分らしさっていうか僕たちらしさが出るのが一番いいですけどね。でも本当にどういう風になるのかわからないよ今回。全然違うジャンルの曲もたくさんあるから、うん、楽しみですね。いや今初めて先輩とこう時間がかぶってたけるさんの聴かせてもらったんですけど、あいいなと思いましたね。かっこよかったです。いやこれ絶対買った方がいいっすよ。絶対買った方がいい。本当にこれはね、間違いない。買って、うん、なんでもういやらしい動画じゃなくて、もうなんか聞いてほしいですよね。そう、これはもう本当にね、たくさんの人に聞いてほしい。新しいハンサムの一歩ですよこれは。本当ですよ。まだ自分は3曲しかやってないんですけど、それぞれがいろんななんか色になって、ね、いいものができるんじゃないかなって思ってます。みんな本気になってます。ゆうじろくんとかたくんとか歌詞を書いたりとかして、ゆうじろくんとかたくんとか歌詞を書いたりとかして、詞は完成しました。ついにちょうど、でもちゃんと完成したの昨日ですかね。ね、新しい人たちと比べるともう何年かやらせてもらってる中で、なんかこうまたちょっと一部でもいいから引っ張っていける部分があるかないかなっていうところで書きたいですっていうのと、書いてみるって言っていただいたのと合わさって、なんかもうやり始めたっていうのがあって、でも最初本を書くイメージで書いてた部分もあって、それだとやっぱまた違うんだなっていうのはやっぱ思いましたね。曲にしてみるとやっぱりセリフでもなければ、じゃあ詞って何って感じになってきて、でもなんかある日吹っ切れて、なんか切り替わって、もうそれに集中してスラスラはでも書けましたね。そう、切り替わってからはもう本当に作ってる段階で本当にステージに立ってるのを想像して書いたんで、すごくもう見えてますね、いろんなものが。いや嬉しいっすね本当に。これタケル歌うっつってマジかみたいな、恥ずかしいな、やめろお前そんな甘い声で歌うのみたいな、やめろやめろみたいな。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあやっぱり自分の声を聞くといつもなんか
直さなきゃいけない部分ばっかでちょっとやっぱ葛藤というか、周りの人らの歌のうまさとか自分の下手さとかをやっぱりもう明らかに出ちゃうんで、僕はなんかもう下手くその方なんでやっぱショックですね。周平、あのですね、まあ、命から聞いたんですけど、まあ、そんなことも聞いたので、まあ、下のレコーディングのところに周平、ね、ちゃんとやれっていうのを書きました。まあ、全然コーラスとかまだあれだと思う、あのレベルその高さに。これちょっととんでもないもんできちゃった。今までにないオリジナルところだと思うんですよ。これはいいぞ、来たぞ。いや、一つ素晴らしいものが取れたと思っています。後々の期待感が本当に膨らんでいる状態です。引き続きめちゃめちゃ頑張ります。楽しみにしてください。今回の、予習復習サウンドトラックザ・ハンサムショーでは、全員でやる曲もあるんですが、ユニットごとに、やる曲も収録する予定です。で、そのユニットの一つとして、まずテーマとして男の力強さを表現できるユニットで、もう一つのユニットは、男の色気だとか、艶やかさを表現するユニットもあります。フレッシュさ、爽やかさを表現するユニットを、作りました。次のユニットは、華麗さを表現するユニットです。次のユニットは男の哀愁だとか悲哀を表現するユニットです。